こんにちは。今日はこちらのコースに挑戦していくよ。恐怖の殺し屋って。なんだか怖いわね。しかもタスジェンまであるのか。タスジェンはもうだいぶ物にしたから大丈夫だけど。だからって油断するんじゃないぞ。早速プレイしていきましょ。30秒ってのがまだ救いだよな。さてやっていこう。でちょっといきなり足場が。やっぱりいきなり死ぬのね。最初は壁キックスタートか。おい。あら、スピンジャンプしたのにな。さて、このコースのおさらいだよ。んなわけねえだろ。現れてしまいました。そしてヒップバネじゃん。はい、下手くそ。うむむ。もうちょっと早めにヒップバロックか。ここ。よし、今度は成功。タイミングが重要ね。さあ、今度はゴム兵乗り継ぎか。あ、ちょっと右に逃げちゃった。もっと慎重にやらなきゃ。少し低めを狙おう。こうすれば調整しやすいからね。ゴム兵乗り継ぎは得意だもんね。苦手なのは空中バネジャンや P ジャン。しかしその苦手な空中バネジャンも成功。ところがどっこいジャンプが届かず失敗に終わり。ヒップ耐久で悪あがきをするのでありました。踏み切りがちょっと甘かったかな。これでどやさ。よし、うまいこと言った。あとは、いつタスジェンが出てくるかね。一番最後とかじゃねえか。おっと、ナウブロックを壊すのか。そしてクッパの存在意義得た枠だろ。そしてタスジェンはここか。おい、ああ失敗した。今のは若干早かったのかしら。今度こそ。おいさ。よし成功。でまたジャンプが届いてないじゃねえか。ちゃんとくるっとすればよかった。意外とタイムもシビアなのね。さて、このコースのおさらいだよ。30秒でいろんなテクニックを詰め込んできたな。今までの積み重ねがなかったら到底クリアはできないだろうね。タイムもシビアみたいだから、無駄な動きはなるべく減らしたいんだけど。とりあえず空中バネジャンは成功ね。本当はアプジャンが出ればよかったんだけど。若干減速しちまったもんな。さあ、いよいよタスジャンね。かっこよく決めてやる。さあ行くぞ。おい。よし、かっこよく決まった。かっこいいかは置いといて、ちゃんとくるっとしたんだな。じゃあ、ボルダー。はい、というわけで無事にクリアすることができました。もはやタスジャンができて当たり前のコースが増えてきたな。ほんと練習しておいてよかった。よし、一番乗りだね。いやー、ほんとにタイムもギリギリだったわね。アプジャンが出てたらもうちょっと縮められたな。うん、もうちょっと空中バネジャンの精度も上げなきゃだな。さて、コース制作者のリミヤさん、ありがとうございました。このコースの ID は動画概要欄に記載しておきますので、よかったら皆さんもプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。